ダン三世は、15世紀のワラキア貴族。ワラキア公を輩出した家系の一つだネシティ家の出身で、ワラキア公、ダン二世の息子で、ブラディスラフ二世の弟である。兄ブラディスラフ二世がまた重邸に当たるドラクレシティ家のブラド三世に、ワラキア公位を追われて殺害された後、ブラショブに逃亡した。当時、ワラキア公位は、ダン三世の他にも、 ブラド3世のイボアにブラド総公や団のイボ帝、バサラブライオタが自身の正当性を主張して争っていた。ダン3世はブラショブ市民などの指示を受けて、ワラキア行為を我が物にせんとしたが、ルカール近郊での戦いで敗れて捕らえられた。残首に処される前に自分の墓を掘らされたと伝わる。ダン3世はワラキア公、ダン2世の息子で、ブラディスラフ2世の弟にあたる。 ダン2世はいとこにあたるアレクサンドル1世、アルデアとワラキア行為をめぐって争い、1431年に亡くなった。ブラディスラフ2世は、1447年にトランシルバニア総督、フニャディアーノ氏の後演を得て、アレクサンドル1世、アルデアに代わって、ワラキア公となった、ブラド2世を放築して、ワラキア公くらいについた。しかし、ブラディスラフ2世は、 オスマン帝国スルタンのメフメト2世に侵入する姿勢を見せたことからフニャディの不況を買いブラド2世の子ブラド3世がフニャディの支援を受けてワラキアに侵攻したブラド3世は1456年4月15日にワラキア公に即位しブラディスラフ2世は捕らえられて斬首されたダン3世はトランシルバニアのブラショブ郊外主刑2強定め 自身を支持するワラキアおよび、ファガラシュの貴族を救合した。1456年12月16日、フニャディアーノ種の息子、フニャディラースローが、ブラショブおよびサラブルセのトランシルバニアザクセン人らに、対して、トランシルバニアに、多くの不遇と損害をもたらした、ブラド3世に対抗して、ダン3世を支持するよう命じたが、ダン3世は、 ワラキアからブラド3世を廃することはできなかった。シビウのザクセン人らは1457年3月14日より、前からブラド3世のイボアにブラドカルガルルのアムラシュ、包囲を支援していた。このような状況の中、ハンガリー王、ラースロー5世は1457年3月16日に、突如フニャディラースローを、無本の角で処刑してしまった。 フニャディラースローの母方のおじにあたるミハイ・シラーチは王に反抗したが、トランシルバニア・ザクセン人らは変わらず、王に忠誠を誓い続けた。この状況で、ブラド三世は帰戦を制して、サラブル星の略奪を行い、シラージとザクセン人らとの間の交渉に使者を送った。シラージとザクセン人らは、1457年11月23日に、ブラショブ市民にダン三世を、 町から追放することを義務付けた和平条約に調印した。ブラド3世とザクセン人らの関係は、ブラド3世がワラキアにいたブラショブ及びザラブル世のすべての商人を捉えて串刺し系に処したことで、再び緊張した。ダン3世は、1459年初めに新たに、ハンガリー王に即位したマーチャー主一世の指示を得て、ブラショブに戻った。ダン3世は、 4月5日に摩擦を避けて、ブラショブから逃亡したワラキア商人の財産募集を、ブラショブの役人に許可する布告を出して、指示を得た。さらに、ブラド3世が、同年8月、または9月にサラブル生に侵攻して、略奪を行うと、ダン3世はこれを、オスマン帝国と結んだ証だとして非難した。ブラショブの死刑にある生にこらえ制度を一方、同じく、 ワラキア行為を請求していたバサラブ・ラ・ヨータは、シ,ギショア原に拠点を置いていた。バサラブは、1460年初頭にブラショブの、ザクセン人らに対して、資金援助をしてくれるなら500人の兵を持って、ブラド三世と戦う、と申し出た。ダン三世も1460年2月に、ブラショブ市民に対して、自身を支持する見返りに、 ワラキア商人から押収した財物を資材とすることを認めた。続いて、ダン・三世は、トランシルバニアにあった、ワラキアの飛び地であるファガラシュとアムラシュを奪取し、同地のブラド・三世への支持者らを投獄あるいは処刑した。ダン・三世は4月に、ワラキアに侵攻したが、ルカール近郊の戦いで敗れて捕らえられた。ブラド・三世は、ダン・三世に、自分の墓を掘らせた上で残首に処し、 ダン三世を支持した者たちを追放した。ダン三世の最後を知ったブラショブ市民らはブラド三世に施設団を送ったがブラド三世は施設団を投獄してブラショブ一帯で略奪を行った。歴史家のラド・フロレスクとレーモント・ティー・マクナリーによるとトゥルグショルにある聖ニコラエ教会はブラド三世がブラディスラフ二世及びダン三世を殺したことの食材のため建てたものであると いう。一方、クルト・ W ・トレプトーは、ブラディスラフ二世を呼び、ダン三世に対する勝利を祝うために建てられたのでは、ないかとしている。ダン三世には、アルベルトとペトレという二人の息子がいた。ルーマニアの歴史家、ニコラエ・ヨールガは、アルベルトの名から、ダン三世の妻は、カトリック教徒であったことが示唆されるとしている。息子二人は、ダン三世の死後トランシルバニアに住んだ。 ありがとうございます。